ようございます。今日が4日目最終日ですね。今日の朝食はホットサイドで取ることにしました。だいたい暑いね。エナジードリンク買いました。タイ旅行最終日にふさわしい味かもしれない。今日はね、もう荷物をホテルに預けてあって、チェックアウトも済ませてあって帰るんですけど、飛行機が遅い時間なので、今日もねほとんど1日いろいろ遊べると思うので、今日も1日楽しみたいと思います。はい、ということで、ホテルから船に乗って電車に乗って、今 BTS のプルンチェット駅に着きました。よいしょ。で、今から行くのがここですね、セントラルエヴァンシーっていうショッピングモールです。割と最近できたのかな。セレクトショップ、ファイナルレコードあるのかな。わ、 T シャツなんかかっこいい感じでバンコクって書いてあって、どれが着るには若すぎるかな。こういうブランドとか知ってます？僕は分かんないですけど。あれ、これ香港のヒップホップのやつじゃない？エチって読み方分かんないけど、そうですよね、これ香港のヒップホップの人たちの PV に出てきたやつかもしれない。やっぱりこれ気になって調べたんですけど、見えてるかな、上海なんちゃら香港って書いてあるから、これやっぱり欲しかったやつだ。買おうかな。これ同じロゴだもんね。なんか日本にもあるのかな、このコーデュラナイロンのコンバースマンスター、かっこいいな。気になるお値段は4100バーツだから、シシだいたい1万6000くらい。なんかどっかで見たことあるなと思ったら、後ろ見て気づいたんだけど、これ DJ マフトサイのレコードショップね、ズトラグマレコードっていうのだっけ、それのお店のロゴがあったから、コラボなのかな。じゃーん、買っちゃいました。いや、なんかこのフロアがレストランのフロアだから、なんでその中にいきなりセレクトショップがあったの。まあいいや、いいもの見つけた。はーい、M40に到着しました。
バレンシアガ、みんな大好きベーシングエイ、 H&M とタイの H&M ことジャスパル、ジャスパルオリジナルのバッドスニーカー。さっき見てきたのがあっち側の塔で、今隣の塔に移動しました。でここにね滝が流れてるんですよ。わかります？スペース発見。たまにタイオリジナルの T シャツが売ってるので、それがあったら欲しいな。はい、ということで、さっき見てきたのがサイアムディスカバリー、まあ、見てきたといってもノースペースしか見てないんですけど、あとはねタイのちょっとインディーっぽい、まあ、そこに書いてある通りストリート系のブランドとかもいくつかあって、まあ、そういうのちょっと見て感じですかね。であとは隣にサイアムセンター、ここはもうインディーのブランドとかいろいろあるので、ここは面白いですね。そしてその間にチャイニーズニューイヤーをお祝いするなんかディスプレイ、 A ランドがありました。 A ランドって読むのかな、韓国のセレクトショップですよね。セレクトとオリジナルもたくさんある。書いてあった。ソウル、バンコク、ブルックリン、香港。まだ日本にはない。アブソリュートサイアムストアってお店すごい良かった。買っちゃいました。さあ買い物も終わったので、戻りたいと思います。ホテルの方に戻ります。昼間は雑貨屋さんとかもやってるみたいなので、そこを覗いてみたいと思います。こんな感じで本屋さんですかね、雑貨というより。初日にご飯食べたところにまた来ちゃいました。じゃーん、お料理来るのすごく早い。今日はね、優しめのパスタとあとはお肉にしました。いただきます。いや、すごい勢いで食べちゃったけど、パスタめちゃうまい。この味はね、青山でも食べれないですよ。ここもすごく雰囲気いいね。ということで、対岸が昨日行ったリバーシティで、そのまままっすぐ歩くと、今回泊まっていたミレニアムヒルトンに到着すると。で、この後は今回の旅行の最後の目的地サイアムアイコンの中、ショッピングモールの中を散策したいと思います。いやでも昨日のね、外から来た噴水ショーすごかったですね。ここが入り口です。なんかショッピングモールの中がタイの水上マーケット再現されている場所があって、それが多分ここですね。
すごい。ちゃんとね、買い物もできるっていう、まさに水上マーケットそのもの。ちょっといろいろ見てみたいと思います。いやー、なんかね、ちゃんと王宮みたいなもの、お寺みたいなものも再現されてるし、買い物しなくても楽しいかも。見てるだけで。うわ、この像めっちゃリアルだな、皮膚の感じとか。ここは王宮の入り口みたいな感じだけど、多分駐車場かな。あ、なんか2階とかもありますね。2階はどうなってるんだろう。基本的に全部食べ物屋さんかな。食べ物屋さんですね。なんかここは観光客よりも実際タイの人たちで賑わってる。あ、音楽もね、昔のタイの音楽っぽい感じ。あ、ここ昨日出てきたところだ。昨日噴水を見て帰ってきたところですね、この道が。あー、なるほどなるほど。昨日ちょっと噴水見てテンション上がってたんで、あまりこの辺覚えてなかったけど、今見たら思い出しました。ワイルドライフロアはこんな感じになってますね。機械、アクセサリー、ファッション、メンズファッション、ファッション、ライフスタイル、スポーツ、テクノロジー、キッズ、ダイニング、コミュニケーションセンター、フィットネスセンター。多分このフロアがインターナショナルファッションフロアなのかな。まあ、誰もが知ってる有名ブランドばっかりですよね。あ、なるほど。この建物の作りが大体イメージできてきた。あっちの川に面した側がハイブランドをたくさん置いて、でこっちの内側にね、まあ普通のブランドというかファストファッションが置いてあるのかな。まあしかしどこもね、チャイニーズニューイヤー色一色ですよ、本当に。これもね、これなんだ ?BMW。横が H&M で、こっちもね、ファストファッション。で、吹き抜けになっていて、上にスタバ、ナイキ、ユニクロ、ロフトですね。鬼塚タイガー。奥にナイキがありましたね。スタバの隣にナイキがあった。多分こっちが高島屋だから、スナイデルとか日本のブランドが入ってるのかもしれないですね、高島屋。なんか日本っぽい感じ醸し出してますよ。じゃーん、2階から見るとこんな感じで、右側に H&M があって、左にあるのがアーバンレビブって、これ中国初のファストファッションブランドみたいですね。いや、こういう作り日本だとできないですよね、多分。何でしょうこれは。 JD なんかいろいろありそう。お、俺の好きなブランドが2つもある、ナイキとノースフェイス。これ行くしかないでしょう。買っちゃいました。タイ初のアップル公式アップルストアがここです。まあ、言ってもアップルストアなんて品揃え一緒だと思うんですけど、行ってみましょうか。
あ、エランド、さすがですよ。多分日本にもあったら絶対売れると思うんだけどな。はい、ということでね、まあ一通り上の方はざっくり見てきたんで、もうちょっと GoPro の SD カードも足りないので、そろそろね動画の撮影も終了して帰ろうかなと思います。はい、着きました。スパナプーム空港です。ホテルの前がちょっと渋滞してたんで一瞬心配しましたけど、まあ全然大丈夫ですね。2時間前くらいに着いてるかな。チェックインする前にちょっと荷物をね、冬服に着替えないと、着いてからめっちゃ寒いと思うんで、チェックインの前の荷物の整理のさらに前に、このまっすぐ向かって正面のところにある VAT という文字の場所に向かってます。これはあの税金をね、払い戻しできるところですね。消費税的なやつをね、買い物するときに払ってるので、それを戻してもらう手続きをします。はい、結構イミグレーション時間かかりまして、今 VAT の実際にお金をもらうところに向かってます。それがもう今回の旅行の最後のミッションかな。それ終わったらもう本当に飛行機乗って帰るだけ。あと余ったお金を使い切ることかな。これ評価するみたい。180バーツ戻ってきました。これでお土産の足しにします。はい、ということでお土産も買って残りのバーツも使い切りました。これで、今回やるべきことは全部達成した感じですね。本当にもうあとは飛行機に乗って帰るだけなので、今回の動画はこれで終わりになりますね。で今回ね、何回かに分けて YouTube にアップしてると思うんですけれども、まあ、これがね誰かの旅行の何かの役に立てば幸いです。今回の動画もし面白かったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。ではありがとうございました。コップンカー。